チェブラーシカ、チェブラーシカは、ロシアの児童文学家、エドゥアルド・ウスペンスキーによるシリーズもの絵本、ワニのイナ、に登場するキャラクターである。そのシリーズの本来の主人公は、友人である、ワニのイナであったが、その人気からチェブラーシカが、実質的な主人公となっている。ロシア語で、ばったり倒れ屋さんという意味がある。1966年に、 絵本作品として登場し、1969年からロマン・カチャーノフ監督により人形アニメで映画化され、日本にも紹介された。また、1970年代にスウェーデンでドルッテンの名でオリジナルシリーズが作られた。2009年には日本でテレビアニメ化、そして2010年には約6年近い歳月をかけた。 完全新作の人形アニメ映画が完成、日本公開された。詳細は、2010年版人形アニメを参照。2016年より、ロマン・カチャーノフによるソ連製作品の権利管理は、株式会社、ジャンゴによって行われている。主な登場人物は、チェブラーシカ、ワニのゲーナ、シャパク略の2匹と1人である。声優は、 チェブラーシカプロジェクト制作の吹き替え版による当初は絵本に登場したその時のチェブラーシカはタヌキのような姿で描かれていた画像は英語版ウィキペディアを参照ただし絵本時代のタヌキのようなチェブラーシカについてあまり知られていない絵本が出たのは1966年だがその後1969年にアニメ版が出たこれは 以前の、タヌキのようなチェブラーシカとは異なり、今日広く、チェブラーシカとして知られているものとなった。その後、1970年代になって、日本でも日本語版のチェブラーシカの絵本が交換された。これは、ソ連版アニメとは関係なく、原作絵本から翻訳されたものなので、チェブラーシカは、原作絵本の総画と同様に、タヌキのような姿で描かれている。 さらにその後、アニメ版のチェブラーシカが世界各国で人気を博した。今日知られているチェブラーシカはこのアニメ版の方である。現在までにロマン・カチャーノフ監督によって4本の短編が制作されている。チェブラーシカと回答おばあさんの列車シーンはユーリノルシュテインが担当しており、監督がその完璧主義な仕事を称賛している。 2010年に公開された人形アニメについては、2010年版人形アニメを参照。それまで、旧ソ連では、スターリンの指示によりディズニーのようなアニメを作ることが求められていたが、スターリンの死後、ロマン・カチャーノフのような有能なアニメ作家が出てきた。彼は児童向け作品であるチェブラーシカをアニメーション化するなど、ロシアアニメ界に貢献したかい評価を得ている。 1960年代以降にアニメーションシリーズが公開された後、チェブラーシカはソ連で非常に親しまれるキャラクターとなった。この作品は旧ソ連の体制を批判するために描かれたとされ、詳細がわからないまま行列に並ぶといった当時の物資不足を皮肉るシーンや役人の悪態など社会主義の矛盾や皮肉を絵本や人形兄を通して描いている。また同時に共同。 連帯意識の重要性を作品内でも説いている。なお、絵本作品にしたのは、役人などから厳しい検閲を受けた際、架空の作品であると言い逃れるためであった。チェブラーシカとワニのゲーナは、ロシアのジョーク、アネクドートに登場する定番のキャラクターともなっている。また、エストール輸送機、アントノフアンマイナス72アンマイナス74は、翼の上に、 エンジンがあって正面から見ると、チェブラーシカの顔に似て見えるため、チェブラーシカの愛称で呼ばれている。さらに、チェブラーシカの名前は、スポーツカー、電気機関車、レモネードから、即地学における即地法の一種にまで、様々に用いられている。チェブラーシカは2004年のアテネオリンピック以降、ロシア選手団の公式キャラクターになっているため、表彰台などで、 ロシア選手がチェブラーシカのぬいぐるみを持つ場面がたびたび見られた。また、2006年の鳥の冬季オリンピックでは白いチェブラーシカのぬいぐるみが登場し、日本でも話題となった。その後、マスコットは大会ごとに色を変え、2008年の北京オリンピックでは赤いチェブラーシカ、2010年のバンクーバー冬季オリンピックでは青いチェブラーシカが登場した。 しかし2012年のロンドンオリンピックでは個人所有のもの以外では登場しないという理由は諸説ありバンクーバーオリンピックで組織委員会から大会の公式マスコットではない特ムを受けたロシア政府がソチ冬季オリンピックの公式マスコットを PR したいためと推測されている日本では1970年代当初から上映され その後も各地でソ連映画特集の一本として上映されていた。2001年、ジェブラーシカその愛らしさが人気を集め7万人が映画館へ詰めかけるという現象が立々。た。この際の配給はクロックアークスなど数社で行った。実現するまでや後も、判権争いなどのトラブルが多かった。詳細は、権利に関する略史を参照のこと。2005年、 愛知万博のロシア館で映画に使われた人形が展示された。2006年よりテレビ、東京ブロードバンドとフロンティアワークスによるチェブラーシカプロジェクトが反権を取得し、ジブリ美術館配給による劇場公開や DVD の販売、日本でのアニメの制作を行っている。2010年、ドキュメントバラエティ V 番組、ワケありバンジーの番組ロゴにゲーナが登場。 同年12月、完全新作の人形アニメ映画が完成、公開。詳細は、2010年版人形アニメを参照。2011年からは、横浜ゴムが、スタッドレスタイヤの広告用キャラクターとして起用。チェブラーシカアレレのタイトルで、テレビ東京系の、ノリスタ100%番組内で放送された。 2009年10月7日から2010年3月31日。全26話。2010年12月18日に全国ロードショー開始。熊の学校ジャッキーと、ケーテ t との平営日本での公表を受けて制作された、本作は、ロシア版人形アニメ、以下、旧映画版、こんにちはチェブラーシカ。ワニのゲーナのリメイク版と完全新作版、チェブラーシカと、サーカス。 シャバク略の相談書にはを合わせた合計3つのエピソードで構成されている。2004年から権利問題、口述クリアなどの下準備的制作を行いつつ、2007年には実制作が本格始動。旧映画版と異なり主なスタッフは日本人になったが、旧映画版にも参加したユーリノルシュテインの弟子的、存在であるミハイル・アルダーシンとミハイル・トゥメリアも、 参加している。また、本編のロケセット、撮影は、韓国のアニメーションスタジオファンゴエンタートイメントが、担当。多国籍的な制作が行われている。日本人スタッフが主要を占めることには当初ロシア側の、反対もあったようだが、新作の一部がある、程度完成した時点で死者を、原作者のウスペンスキーと、旧映画版スタッフを代表して、レオニードシュルツマン。 美術監督、ノルシテインらに干渉してもらい彼らの劇賞を受けている。ロシア語版、芸ナ役であるフェラボントフは、旧映画版において、芸ナの歌を担当していた。本作のアフレコ後に聖拠、遺作となった。他、すでにソ連時代に、ロシア国内では、無許可の数多くの商品が出回っていたチェブラーシカであるが、ソ連崩壊後、 さらに多くの権利問題を引き起こすことになった。1992年、ソ連崩壊後の混乱の中で、映画の権利は他の旧ソ連のアニメーションと共に、アメリカの配給会社フィルムズ・バイ・ジョブ・インクに渡った。日本の配給元であった、チェブラーシカ・ジャパンは反権を、このアメリカの会社から得たが、ロシアのクリエイターたちは、この契約に一切関与することができなかった。 原作者のエドワルト・ウスペンスキーは、ロシアの様々な商品におけるチェブラーシカのキャラクターに対する著作権が自分に属すると主張。判権入手の際、ウスペンスキーを介していなかったチェブラーシカジャパンに対しても著作権侵害であるとの訴訟を起こすことになる。一方、2004年にチェブラーシカがオリンピックのロシア選手団のマスコットに決定した時には、 それがウスペンスキーの許可しか得ていないものであったため、アニメーションのキャラクターの作者である、レオニート・シュバルツマンを中心とする人々によって、異論が唱えられた。実際、1965年のウスペンスキーの本に、あったチェブラーシカの差し絵は現我々の知るものとは、全く異なるものであり、現在のキャラクターは、カチャーノフのもとで、シュバルツマンが創作したものである。 また1990年代にウスペンスキーはチェブラーシカの名前の商標権も獲得したが、これはロシアの有名菓子メーカーとの論争に発展した。2006年に新たに半権を獲得したチェブラーシカプロジェクトは交渉の末旧ソ連地域以外での半権問題がすべてクリアになったとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。